はい、それではちょっと古い問題になりますが、2001年のね、同志社大学の問題、見ていきましょう。円運動ですね、衝突と円運動が絡まった問題です。で、前半はですね、普通は衝突前の速度を与えているんですけど、今回は衝突後の速度が与えられています。おそらくですね、前半の計算ミスが後半に影響しないように配慮されたものだと思いますが、かえってですね、ちょっとやりにくかったのかなっていうふうに思います。条件としましては、まず A と B があって、A の質量の M 倍、K 倍ですね。K 倍の質量を B が持っているというわけですね。なので B の質量は KM であると。で、それが止まっている A にぶつかりましたよと。で、分かっているのはこの衝突後 A の方ですね。 A の方が速さが U になったっていうことが分かっています。 A の速さが U になったっていうことが分かっていて、それ以外は分かってないんですよね。なので、どうしましょうか。衝突前の B の速さを V、衝突後の B の速さを V' としてあげて式を立てていきましょうというところですかね。基本的には衝突をしていますから、衝突をした場合にはもう2つしか立てるできることはなかったですね。運動量保存則と跳ね返りの式ですね。エネルギーが保存されているとき、跳ね返りケースが1のときはエネルギーが保存されますから、エネルギー保存則使えたかもしれませんが、基本的にはこの2つですね。はい、では運動量保存則立ててあげると、B の方が質量が KM で速さが V ですね。ごめんなさい、間違えましたね。 B が衝突後、速さが V' になるわけですから、 A が速さを持っているわけではないですね。すいません。はい、では衝突後ですね、衝突後 B の方が速さが速度が V' になっていると。そして A の方が与えられていて U ということですね。はい、もう一つは跳ね返りの式。今回跳ね返りケースが E ですね。相対速度分の相対速度にマイナスをつけたもので考えてくれてもいいですし、近づく速さ分の遠ざかる速さで考えてくれてもいいですね。はい、近づく速さが V で遠ざかる速さが U-V' ですね。はい、この2つの式を使って計算していくだけですね。はい、連立方程式使ってくださいね。よろしくお願いしますね。普段だったらね、このどっちかを消すっていうことだったんですが、与えられてるのは U ですから、V か V' どっちかを消さなきゃいけないですかね。未知数がこいつとこいつですね。なので普段通りどれが未知数かっていうのをしっかりと考えてもらったら、特に問題はなかったのかなと思います。はい、ではちょっとね、答え書いていきます。はい、答えを書くとこんな感じですね。衝突前の B の速さですから、このスモール V の方ですね。なので計算してあげると、連立方程式使ってくださいね。途中過程は書きませんが、こんな感じです。で、この後ですね、括弧2番ですね。B が跳ね返って後戻りするための条件ってあるんですけど、なので衝突後の B の速度を求めていかなきゃいけませんから、こんな感じです。で、後戻りするためには、右向きの速度を持ってたらダメですよね。速さが左向き、速度が左向きになってないといけませんから、右向きの速度設定で、左方向に行かなきゃいけませんから、V' が負の値になればいいということですね。なので V' の値が負の値ですから、負の値に取り得るのはもうこの分子だけですね。K-E が、負の値だということなので、K 小なり E ですね。はい、これだけですね。はい、過去3番いきましょう。衝突直後の A と B の全、運動エネルギーは、衝突前の B の運動エネルギーと比べて何倍になっていますかというところですね。もうこれもうひたすら計算がややこしいというところですね。はい、見ていきましょう。計算としてはもう言われたことをやっていくだけなので、頑張るだけなんですけどね。式だけ書いていきますね。式を見てあげると、衝突前の B の運動エネルギーと比べて、これですね、
衝突前の B の運動エネルギー2分の 1M ではなくて2分の 1KMV の2乗ですね。それがですね、衝突後ですね、衝突後の A と B の全運動エネルギーですから、B の方が V' になってますから2分の 1KMV' の2乗、そして、A の方が速さが、速度が U ですから2分の 1MU の2乗ですね。これを計算してあげるだけですね。はい、計算してあげるとですね、一応こんな形になっていきます。まあ、ちょっと大変な、計算にはなっていますが、こんな感じです。よろしいでしょうか。これが過去3番ですね。はい、あとでですね、ちょっと少しだけ簡単に解ける方法っていうのがありますが、ちょっと知識が必要になりますから、一応8番まで終わってからですね、最後にちょっとトピックということで、この3番の、少し簡単な解き方っていうのをちょっと説明をしていきたいと思います。はい、では後半部分に入っていきましょう。はい、では括弧4番いきましょう。括弧4番は A が面を 離れる点 R と P の間ですね。P がここで、離れる点がここら辺ですかね。その間の、点 Q で、ここの角度が θ とした時の、点 Q での A の速さはいくらですかというところですね。ここでの速さを求めましょうというところですね。ラージ V 使いましょうか。ラージ V でいきましょう。はい、じゃあまあありきたりな問題ですからいいですかね。今回働いてる力は重力と垂直抗力だけです。で、垂直抗力は、常に移動方向、接線方向ですね、速度が移動方向、接線方向に対して、重力じゃなくて垂直抗力は放線方向ですから、垂直抗力は仕事をしていません。なので今回ですね、力学的エネルギーが保存されているっていう式を立ててあげましょうというところですね。まあ、全く問題ないですね。はい、括弧1番から括弧3を間違った人であってもですね、この U を使って計算ができますので、まあ、ここからは問題解けたんではないでしょうか。はい、では最下点の、最下点を重力による位置エネルギーの基準点として見ていきましょう。はい、位置エネルギー0で運動エネルギーだけですね、質量 M ですね、2分の 1MU の2乗ですね。はい、ここ見ていきましょうか。運動エネルギーが2分の 1m ラージ V の2乗ですね。はい、位置エネルギーが mg の半径が、いくらでしたっけ、半径が a ですね、半径が a の1引くコサイン θ ですね。ここからここまでが a ですね。そしてここからここまでが、ちょうど直角三角形でできてますが、A コサインシータですね。なので A 引く A コサインシータが基準点からの高さになってます。まあ、こんな感じですね。はい、あとはこれを計算していくしていくだけですね。まあ、おそらく問題なかったんではないでしょうか。ほとんど正解したのかなとは思います。はい、では5番いきましょう。はい、過去5番は、同じく A が PR 間を運動するとき、垂直抗力と重力が作用しますよと。垂直抗力と重力の合力を、なんかいろいろ分けて考えて、中心方向の成分の大きさを F としましょうと。ほうほうほう。中心方向の、成分を F としましょうと。その点での小球の速さを等速円運動する場合の向心力に等しいとして、点 Q で A に働く力 F を求めよう。めちゃくちゃ簡単ですよね。もうちょっと運動方程式立てていきますね。MA イコール F より。前もちょっと話したかもしれませんが、MA イコール働く力ですから合力ですよね。で、今回は、加速度が中心向きになっていますから、これ α にしておきましょうか。なので中心向きの運動方程式を立ててあげたイコール、働く力が中心向きの合力になってますから、まあ、左辺が向心力になってるようなもんですね。はい、なので m×α ですね。で、 α の値はどうなってるかというと、円運動ですから、v ω r ω 2乗 r 分の v の2乗、この3つのどれかでかけたわけですね。まあ、今回半径分かってますし、速度も今求めたばっかりですから、 r 分の v の2乗使って見ていきましょうと。
なので R 分の V の2乗ですからルートが外れるだけですね。 U の2乗引く 2GA1 引く cos θ ですね。なのでこれがもうすでに更新力となっていますから5番の答えになっていますよというところですね。よろしいでしょうか。はい、では、働く力、もう書いていきましょうか。はい、働く力を見てあげると重力が mg ですね、そして垂直抗力ですね。はい、運動方程式は中心向きについて立てていますから、mg をしっかりと分解していかなきゃいけません。はい、mg 分解してあげると、放線方向と接線方向ですね。はい、なので、中心向きとは違いますけど放線向き成分が mg の cosθ になっていると。はい、なので、力代入してあげると、n引く mg cosθ になってますよねというわけですね。で何度も言いますが更新力っていう力が働いているっていうことはありえません。更新力っていう力は存在しません。円運動の運動方程式を立てた時ってわけではありませんが、中心向き、まあ、円運動をする時か、円運動をする時の中心向きに働く合力、外向きと中心向き、その合力の中心向きの大きさ、の力のことを、更新力って言ってるだけですから、N っていう更新力があるわけじゃないですかね。合力が更新力って呼んでるだけです。はい、ここまでやってもらうとですね、括弧6番で垂直抗力の大きさっていうのが出てきます。いいですかね。はい、なので括弧5番の、更新力 F の大きさはこいつですね、運動方程式立ててあげることによって垂直抗力 N が出てきますよというところです。じゃあ計算結果書いていきます。はい、では計算するとこんな感じでございます。はい、また各自確認しておいてください。はい、では6番いきましょう。点 Q での、あ、ごめんなさい、7番ですね、点 R では垂直抗力が0になる、ここまで書いてくれてるんですね、POR が、3分の離れる位置の角度 θ ですね、それが3分の 2π120 度より大きくなるための、衝突直後の A の速さの条件を求めていきましょうということですね。はい、じゃあまず垂直抗力が0ってことを言ってくれていますから、素直にそれに従って、求めていきましょう。はい、垂直抗力が0になるような、cosθ の値ですね、これを求めていきましょうと、まあ、イコール0で計算していってというところですね。はい、これ計算してあげるとですね、こうかな、 cosθ イコール計算してあげるとこうですね、3分の2引く 3GA 分の U の2乗ですね、こんな感じです。で θ の値が3分の 2π よりも大きいということなんですよね。で、cosθ のグラフっていうのは0から π の間でだんだん減っていくものですから、なので cos3 分の 2π よりも cosθ の方がちっちゃいということですね。はい、なので、cosθ の値が今さっき求めたもので3分の2引く 3GA 分の U の2乗。cos3 分の 2π っていうのはマイナス2分の1ですね。で、cosθ の方がちっちゃくなるんですよね。はい、あとはこれを、解いていくだけですね、ちょっと途中の計算結果は省いていきますが、U の大きさの条件っていうのが U 大なりですね、ルート2分の 7GA ですね。これもそこまで、難しくはないですかね、計算こういうふうにしましょうねということがもうほとんど言われていますので、難しくなかったと思います。ラスト8番がちょっとね、非常に大変、難しくはないですけど計算がややこしいっていう問題になっていますね。はい、しっかり確認していきましょう。はい、ではラスト8番いきましょう。
ラスト8番なんですが、まあ、ここで離れるんですよね。ここで離れてしまった後、重力だけの運動になりますから、斜方投射ですね。斜方投射をしていきます。でこの時の最高点の高さ、ここかどうかは分かんないですね。O の真上かどうかは分からないですけど、ちょっと誤解を与えてしまいますね。 O の真上かどうかは分からないので、こんな感じですかね。この最高点における高さを求めていきましょうというところなんですね。どうやって解こうかなっていうところなんですけど、まあ単純に水平投射、斜方投射で解いてあげるっていう方法も一つそうですし、あとは力学的エネルギー保存則使ってあげてもいいですよね。垂直抗力ずっと仕事しませんし、ここ離れてからはもう重力しか働いてませんから、力学的エネルギーも必ず保存されますから、そう考えてあげるとですね、力学的エネルギー保存則っていうのも使えるかなっていうところですね。で今回斜方投射をしているってことから考えてあげるとですね、重力加速度は下向きに G ですから、水平方向の速度っていうのは変わらないですよね。なのでここの速度さえ求めてしまえば、最高点に来た時も水平方向しか速度を持っていなくて、この値が一緒だってことが分かっていますから、これ上手に使ってあげたらいいのかなっていうところですね。はい、では見ていきましょうか。はい、では今、ここがシータになっていますから、このままシータ使ってくれてもいいんですが、このシータ使っていくとちょっとややこしいところもありますから、残りの角ですね、ここアルファとして、このアルファ使って見ていきましょう。はい、じゃあここがアルファですから、ここが90度引くアルファ、ここがアルファですね。なので、この速度ですね、この速度、ここでの速度を V' としてあげると、その、水平成分というのは V' のコサインアルファになっている。よろしいですかね。でコサインアルファは、180度引くシータ、パイ引くシータですから、すぐ計算できますよね。大丈夫ですよね。よろしいですかね。はい、では力学的エネルギー保存則使って見ていきましょう。K たす U が一定より、はい、まあどっから比較してもいいですかね、ここと比較してあげてもいいですし、ここと比較してくれてもいいですよね。よろしいですかね。はい、まあ、ここ基準点にしておきましょうか。前の問題と一緒ですね。はい、なので運動エネルギーだけになっていて、2分の 1mu の2乗ですね。で最高点の高さですね、最高点の高さ h としておきましょうか。じゃあ位置エネルギー mgh ですね。で運動エネルギーはこの横向き成分だけです。なので2分の 1mv' コサイン α の2乗プラス mgh ですね。で v' は、どっかで求めましたよね。括弧4番で求めました。括弧4番より、括弧4番の時にはラージ v で計算していますが、結局角度はシータでやっていますかね、一般的なシータ使っていますから、もうこの値使っていきましょう。はい、なので U の2乗引く 2GA1 引くコサインシータですね。これのルート、あとはコサインアルファですかね。コサインアルファについてはシータしか分かってませんから、シータ使って直していきましょう。コサインアルファっていうのは、ちょうどコサインの π 引くシータ、コサインの π 引くシータっていうのはマイナスコサインシータですね。はい、授業でも何回もやっていますが、コサインのグラフこうでしたね。でちょうどここが π でしたね。なので π のところから始まっていてマイナスシータですから、こっち向きに行ってる進んでるやつですね。マイナス方向に進んでるものですね。なのでマイナス1から始まって減っていってるってことは、マイナスコサインシータ、増えていってるですね。だからマイナスコサインシータのグラフと一緒ですね。なのでマイナスコサインシータ。で、コサインシータの値は、計算していましたね。ここで計算していました。
はい、なので、マイナスがついてますから順番が変わってですね、もう通分していきましょうか。3GA 分の U の2乗引く 2GA ですかね。はい、これら3つを使って、計算してあげると出てきます。結構大変ですね。V' がこの値ですし、cosα の値がこの値です。で、かつ2乗がついてますからね。こいつが2乗ついてるやつにはルートが外れるだけでだからいいですけど、こいつがもう2乗 してますからね。結構大変っちゃ大変ですね。はい、じゃあ計算結果、後ろに答えも載っていますが、一応書いていきますね。はい、まあ計算するとこんな感じですね。とても大変な計算だったんですが、まあ頑張るしかないですね。よろしいですかね。水平投射で解いてあげても結局一緒かな。はい。V の2乗引く V0 2乗イコール 2S 使ってあげて、こっからの上向きの飛距離ですね。それが 2G 分の、V' コサイン α の2乗になりますから、それに R 足す R コサイン α を足してあげて出すこともできますね。どっちが、早いかどうかっていうのはちょっとわからないですが、おそらくこっちの方が早いんじゃないかなと思います。はい、ではちょっと前半の方にですね、括弧3番ですね、衝突の前後においてエネルギーがどれだけ変化しましたかっていうのを、まあ、もう少しだけ簡単に解ける方法がありますよっていう話をしていますので、ちょっとそれについて、ちょっと解説っていうか、お話をさせてもらいます。はい、ではそうですね、相対運動と重心運動の一環でよく扱う内容にはなるんですけど、相対運動エネルギーと重心運動エネルギーっていうのをちょっと見ていきたいと思います。一般的にですね、運動エネルギーっていうのは、一般的にというか当たり前に絶対そうなんですけど、それぞれ2分の 1MV の2乗を足す2分の1ラージ MV の2乗でかけるんですよね。で、これをよく勘違いする人がいるんですけど、どういうふうに勘違いしちゃうかっていうと、こう書き直せるんじゃないですかっていう人がいるんですよね。例えば2つの物体を1つにまとめてあげたときですね。2つの物体を1つにまとめてあげたとき、2つの物体の質量の和が重心位置にあるとして考えるんですよね。なのでそのとき重心速度って言ってもやってますから、2つの物体が重心にあるということで質量が N プラス M。そのときの重心速度が VG っていうふうに置いてあげると、運動エネルギーの和っていうのが、これで表せるんじゃないかっていう人がいるんですけど、実際違うんですよね。これイコールになりません。ちゃんと計算してもらったら分かるんですけど、これでイコールになるんじゃなくてですね、こういったものが入ってくるんです。まあ前回ちょっと前々回ぐらいかな、換算質量っていう話をさせてもらいましたけど、実はこれがイコールで結ばれるわけじゃなくて、こいつが入ってきて初めてイコールで結ばれるんですよね。でタイトルに書いてるからなんとなくわかるとは思うんですけど、こいつがですね、重心運動で考えた、重心速度で考えた運動エネルギーですから、重心運動エネルギーって言います。こいつですね。まあそれに対して、第2項の方が2分の1かける換算質量でしたね。相対運動で考えた時のあたかも質量と、見なせるような値のところでしたね。これ換算質量と言いました。で相対速度ですね、これ相対運動エネルギーって言います。相対レラティブですから、KR で表しておきましょうと。なのでこれちょっと知っておいてほしいですね。なんで知っておいてほしいかというと、こう間違っちゃう人がいるんですね。運動エネルギーの和が重心運動エネルギーって勘違いしちゃう人がいるんで、いやそんなことないですよと、相対運動エネルギーも入れなきゃいけないですよっていうことですね。だから案に何も分かんないのに、あ重心で運動エネルギー考えちゃいい、考えたらまとめたものになるんじゃないかなみたいなことはできませんから、相対運動エネルギーを足さなきゃいけないので、そういう間違いを勝手にしないでくださいねというためにも知っておいてください。でこの問題ありきで、考えていきます。この2つの物体が衝突した時の力学的エネルギーの計算って非常に複雑でしたよね。運動量保存則を立てて、跳ね返りの式を立ててですね、で跳ね返りの式を立てた後どうしたかっていうと、それぞれの速度が分かってますから、それぞれの運動エネルギーが分かると。
で、その、で運動エネルギーの、衝突前の和と衝突後の和を比較してあげて、どれだけ変化したかっていうのを調べていったんですね。かなり苦しいですよね、計算するのは。想像しただけでもしんどいです。なので今回は重心運動エネルギーと相対運動エネルギーっていうのを考えて見ていきましょうと。はい、今回ですね、物体はどんな運動をしているかというと、ぶつかってるだけなので内力のみで運動してるんですよね。なので内力のみで運動しているので運動量が保存されてます。運動量が保存されるってことは、重心速度のちょうど分子のところですよね。 M プラス M 分の MV たす MV でしたから、分子のところが運動量の和になってますから、重心速度が一定ですよと。なので重心運動エネルギーっていうのは変化しませんよというわけですよね。いいですかね。今ちょっとごめんなさい、先に言えばよかったんですけど、どう考えていきたいかというと、運動エネルギーの変化を求めていきたいんです。で、運動エネルギーの変化っていうのはそれぞれで見てあげると大変だから、重心運動エネルギーと相対運動エネルギーで考えてあげましょうと。なので重心運動エネルギーがいくら変わったんですか、相対運動エネルギーはどれだけ変わったんですかってことさえ分かってしまえば、まあ、単純に出せますよねと。で、その中で今重心運動エネルギーを見てあげてるんですが、速度変わらないんですね。重心速度変わらないから重心運動エネルギーは変化しないですよね。ラッキーですよね。なので第1項は変化しないです。だから相対運動エネルギーだけどう変わるかっていうのを見てあげたいんですね。で、相対運動エネルギーはどれだけ変わるかというと、相対速度がどれだけ変わるかっていうことなんですよね。あ、じゃあ相対速度を考えるためにも、見られる方引く見る方、見られる方引く見る方、これを計算しなきゃいけないから、結局運動量保存速と跳ね返りの式を立てて、衝突後の速度とか衝突前の速度とか、それを比較していかなきゃいけないなっていう話になるんですけど、そんなことないんですよね。跳ね返りの式ってどうかけたかっていうと、マイナスの相対速度分の相対速度でかけたんですよね。いけますか。近づく速さ分の遠ざかる速さ、近づく速さは相対速度です。遠ざかる速さも相対速度です。いいですか。だから近づく速さ分の遠ざかる速さっていうのは相対速度をやってたんです。ただし跳ね返りやすさ、E っていうのは跳ね返りやすさですから、大きさだったので絶対つけて考えましょうねっていう話をしましたよね。で、これ相対速度で考えてるんです。ずっと言ってますね。速度ってことは正の方向が決まってるんですよね。はい、近づく速さですね。近づく速度、遠ざかる速度、向き明らかに変わっていますよね。近づく、遠ざかる、絶対は反対向きですね。近づく、遠ざかる、絶対ないですよね。近づく、遠ざかるですね。だから向きが反対になっているので、こっちプラスにしたらこっちマイナスになってるんですね。逆にこっちマイナスにしたらこっちプラスになってるはずなんです。なのでこれ分のこれって絶対にマイナスになっちゃうんですね。なのでマイナスをつけてプラスにしてあげましょうということで、ここにマイナスがついてるだけなんですね。いいですか。だから絶対値つけましょうねっていう話の延長線にあるんです。はい、じゃあこれ使ってあげるとですね、すぐパパッと出てきますよね。衝突後の相対速度っていうのはマイナス E の VR ですよと。はい、じゃあ相対運動エネルギーの変化量っていうの出てきますか。今現在はいくらかというと、相対速度が VR ダッシュになってるんですよね。なので2分の1、M プラス M 分の MMVR の2乗です。 VR ダッシュの2乗ですね。はい、そして、昔はいくらだったかというと、2分の1 M プラス M 分の MMVR の2乗ですね。で、今やったように VR ダッシュっていうのが、マイナス EVR なんですよね。じゃあこれデルタ K 一瞬で出てきますよね。はい、デルタ K ってのはいくらになってるかというと、共通因数で2分の 1M プラス M 分の MMVR の2乗ですね。それ以外に E の2乗と1ですね。はい、なので E の2乗引く1かける2分の1換算質量相対速度の2乗ですね。はい、なので、相対、ごめんなさい、これが相対運動エネルギーの変化量ですね。ごめんなさい、相対運動エネルギーの変化量。は
はい、なので運動エネルギーの変化量っていうのは、そもそも運動エネルギーっていうのが2物体で考えた時には重心運動エネルギーと相対運動エネルギーの和で表せますから、それぞれの変化量を見てあげたらいいと。一方が0でしたね。一方が0、そして一方がこの値です。で、E の方が小さいですから、ちょっと負の値か正の値か分かりにくいので、ちょっと順番変えておきますね。こんな感じで書き直しておきます。はい、こんな感じですね。これでおしまいですね。おしまいではないですけど。はい、なので相対運動エネルギーの変化はこんな感じで表せるんですよね。で、VR っていうのは、V'-V ですかね。V'-V。一応それも書いておきましょうか。ごめんなさい、V-V ですね。なんでこれに V' が入ってるのかちょっとよくわかんないですね。すいません、消しておきますね。はい、よろしいですかね。なので運動量保存則一切使ってないんですよね。運動エネルギーの変化を見るときに運動量保存則一切使わずに、この運動エネルギーの変化量っていうのが出てくるんです。OK ですかね。なので、もう一回繰り返し言いますが、2物体の運動エネルギーっていうのは重心運動エネルギーだけではなくて、相対運動エネルギーと重心運動エネルギーを足したものと等しいですよと。なんか重心運動エネルギーだけで表せるような気がするんだけども、そうでは絶対ならないですから、気をつけてくださいねというところですね。で、内力のみで運動してる場合は、運動量保存則ここでは一応使ったんか、運動量が保存されてますから、重心速度の分子は運動量がの和になってますから一定ですよねと。ということは重心運動エネルギー変わらないから、相対運動エネルギーだけ見ていけばいいと。跳ね返り係数は式の表し方としては、近づく速さ分の遠ざかる速さ、相対速度の相対速度のマイナス、まあ、後半のやつを、後者のやつを使ってあげると簡単に計算できますよねという話ですね。ではこれを使って今回の問題っていうのを見ていきましょう。今回の問題はどうだったかっていうと、質量 km ですね、 km の物体が、条件合わせていきますけど、速さ v で来ていたと。で、A が止まっていて質量が、0でしたと。で、これが衝突して、質量 km の方が速さが v' になって A の方が u になりましたよという話ですね。 OK ですか。はい、なので相対運動エネルギーの変化量運動エネルギーの変化量っていうのはちゃんと書きましょうか。すいません。運動エネルギーの変化量っていうのは、結局は運動エネルギーの和っていうのが相対運動エネルギーと重心運動エネルギーの和で表すことができますよと。今回は衝突して内力のみで運動していますから、これが0ですよと。なので、こいつだけ計算してあげたらいいですよねというところですね。で、これ計算できて、さっきと同じようなこんな形で書けるんですよね。で、もうちょっと順番変えておきますね。なので、マイナス 1-E の2乗、2分の1、換算質量、KM たす M、分の KM、M。で、相対速度の2乗ですね。相対速度の2乗のところはここでいけますかね。0-V で考えてあげてもいいし、V-0 でどっちでも考えてもらってもいいです。どうせ2乗されますから。はい、なので相対運動エネルギーっていうのが出てきます。相対運動エネルギーの変化イコール、運動エネルギーの変化っていうのが出てきますよね。はい、で、聞きたかったのは何かというと、衝突前の運動エネルギーに対して、で、今の運動エネルギーの和がどうなってますかねっていうことですね。なので今の運動エネルギーから今デルタ K だけ変化しましたよ。だからデルタ K を足してあげたら、今の運動エネルギーですね。昔が2分の 1mv の2乗でデルタ K 変化したってことですからね。はい、あとこれ計算していくだけですね。なので2分の 1mv の2乗はこれきれいに消えますね。1プラスこれ分のデルタ K、
だから2分の 1mv の2乗が消えますから、これ消える、m も1個消えて v の2乗も消えます。だから結構計算は簡単になっていきますかね。はい、これを計算することによって、さっきと同じ答えが出ていきますので、まあ若干っていうか結構かな、結構答えは、あ、ごめんなさい、答えはというか計算はしやすくなったのではないでしょうか。どうでしょうか。はい、まあ各自ね、ちょっと、検討をというか計算してどっちがいいかっていうのを考えてみてください。はい、では今回は以上になります。